パーソロンはアイルランドの競争馬。父マイリー・ジャンと母パレオの間に生まれた影のオスのサラブレッドである。日本で種ボバとして成功し、その系統をパーソロン系と呼ぶこともある。ホモ影遺伝子の持ち主で、クリゲや青毛の産句が存在しない。場名はケルト神話に登場するパーソロン族に由来する。現役時代は14戦2勝で、 ナショナルステークスとイボアハンデキャップに優勝したのみだが、ロイヤルウィップステークスなど2着が5回あり、アイリッシュダービーで6着、アイリッシュセントレジャーで4着になっている。合計で13,251ポンドの賞金を獲得した。引退後に、シンボリ牧場の和田智博と、メジロ牧場の北野と吉が共同購入し、1964年に種ボバとして日本に輸入された。 三に世代目に、目ジロア様を出し、その後も、ダービーバの桜勝利、七冠場、シンボリレドルフ、二頭のオーカショーバと四頭のオークスバを、排出した。1971年と1976年には、日本リーディングサイヤーとなっている。シンボリ牧場と、モノノベ神社に銅像が混流されている。パーソロンが、日本で、種ボとして成功したため、一切年上の、 前、アニミステリー、8歳年下の、前、弟ペール、10歳年下の、前弟マイフラッシュ元ネボバとして、日本に輸入されたが、パーソロンほどの成功は収めなかった。ミステリーは、ショ商バ、ノースガストの母の父として、名を残している。ペールは、サファイアステークスに着馬のケージイカグラを送り出し、アブクマポーロの母の父でもある。ふとは、 グレード性思考前は8大競争、グレード性思考後は GI 競争。4大母ヘルディフェンはトゥールビオンの母ダーバンと全姉妹であり、3大母コロニスはその全姉妹の2位チという濃い均衡を持つ。オークスは3区が4連覇しており、これはディープインパクトが大歌唱4連覇で並ぶまで中央競馬クラシック3冠における同一志望場による 最長連覇記録であった。AB、ヤビスサーチ5大決闘票。ヤビスサーチ。2016年7月25日閲覧。ABC、NETKEIBA.COM5 大決闘票。NETKEIBA.COM。2016年7月25日閲覧。ありがとうございます。